2月1日火曜日、朝6時44分です。近くの工事現場にね、ダンプカーが2台あったんで、今ちょっと取りに来ました。これ、いすゞのダンプですね。片っぽは何だろう、これ。ここはアヤラ・ルッサンスの交差点の近くなんですけどね、また新しいビルができるみたいでね、ただいま基礎工事やってますね。基礎工事やってます。ニュービルディングバメーシンレイジ、まだこれから基礎だと思いますよ。これ鉄筋もありますね。鉄筋これからでき、これからここに新しいビルができます。看板は書いてませんけどね、完成予定日とかどこの会社のビルか書いてませんけど、ダンプカーが来てます。またスイッチ入れましたので、また真っ白くならない限りビデオを撮り続けます。昨日ここであの交差点で撮ったところですけどね、さっきのあのダンプが止まってたところ、ここですね、向こう側、ほら太陽が出てる下、あそこですね、ダンプが2台ありました。今アヤラに向かって歩いてますけど、ここを私は左折します。昨日ここで撮ったんですよね。ちょうど真ん中のある信号、あそこにねカメラ固定して撮ったんですけどね、ここはいろんな置くとこあるんですよ、カメラが。ほらね、ちゃんとあるんですよね、置くところが。ここを左に曲がって今北西に向かって歩いてます。空が青く映ってますね。大丈夫だ。さっきカメラ真っ白になっちゃったからね。大丈夫ですね。青く映ってます。ただいま6時49分。6時49分。セブタイムですね。いや、朝はね、やっぱり散歩、気持ちいいですね。ただ猫ちゃんに餌あげられないからね、餌がないからね。でも猫とかはね、1ヶ月ぐらいはあまり食べなくても生きられるらしいんですよね。なんかそんな情報聞いてますけど。ここはまだちょっと入り口がぼっ壊れたままになっちゃってますね。なんか遠くの方のコンドミアムの仲介でなんかミーティングやってますね。お祈りか。ミーティングですね、ほら。やってますね。ここはアヤラ前のジェプニーステーションですね。そろそろフランス人の男性がいましたよ。
はい、グッモーニング、バンジョー、バンジョー、ダメだ、ヘッドホンしてるからね、挨拶しても聞こえないですよね。私がね、シューマイ買ったセブンイレブンに毎日来てるんです。この人はね、子供連れてね、女の子が3人いるんですけどね、金髪の天然パーマかかったような女の子が3人いるんです。フランス人ですよね、子供は。でも子供は今ね、アヤラモールには入れませんからね、とてもちょっと今残念ですよね。ネグロスストリート、こう左曲がると猫ちゃんがいるところね。でここがルソンアベニューですね。これルソンアベニュー、ルソンアベニュー、はい、マヨンブンタ、え、出れ出れ、ビデオは出れ、オッケー。そう、さっき巡回のバイクが来てね、なんかダメ、なんだか言ってましたね、取ってちゃダメだとか。外だからいいんじゃないの、なんか文句言ってたように。規制が厳しくなったのかな、うるさい人がいましたからね、今ね。朝の散歩でビデオを撮って悪いんでしょうかね。まあ、アヤラのね、周辺を管理しているパトロールの人ですからね、やっぱり私有地らしいですからね、勝手に撮影されたらきっと困るんかもしんないですけどね。別にね、テレビ局の大型カメラをね、担いで撮ってるわけじゃないからね、いいとは思いますけどね。スターバックス、スターバックスやってるんかな、これ。オープン、オープンだね、やってる、オープン。今日は見張りが時間的に7時過ぎたからかな、結構見張り番がいますね。見張り番にカメラ見えないように今撮ってますけど、カメラ向けたらきっと怒られるかもしれないですね。カメラ向けたら、まあこっちの通り来ればね、もうアヤラの管轄じゃないと思いますから大丈夫ですけど、今この私が歩いてる後ろは全部アヤラですからね、もうここまで来ればアヤラじゃないから大丈夫なはずです。大型バスが来ました。IT パークからね。これは中国製のバスですね。中国って書いてありましたね、横に。まだアラートレベル3ですからね、セブシティはね。アラートレベル2。2にならないとね。全然まだダメだから、まだ緩和されてないですよね、あまり。アラートレベル2になれば意外といいんですけどね。この近くに
商社ビルがあるんで、結構出勤者と帰る人がいっぱい集まるビルがあるんです。モンテックですね。モンテージだ。マンテックじゃない。モンテージビルディング。ここは24時間やってますからね、会社。バイクタクシーが待ってます。今日は火曜日、2月1日だから。モンテージ。これですよ、ほら。こんな壁でも台風でね、剥がれちゃったんですからね。剥がれて。エリザベスホテルですね、いつもここ通りますけど、エリザベスホテル。エリザベスホテルの前に、ただいま一生懸命建設中のビルディング、こう我が家の窓からもね見えますよ、そばに。今朝もあの写真だけ撮ったんですけどね、朝焼けと一緒にこのビル、我が家の窓から撮りましたよ。で、この前がゴールデンプリンスホテルですね。まだ観光客はまだまだまだ来てないと思いますけどね。エリザベスホテル。結構ここから上から落下してね、この屋根で結構止まってたんですよね、板とか柱とかね。この屋根がなかったらみんな下にね落下してたんですけどね。クリスマスツリーはもうないですね。クリスマスツリーはもうない。CCR カメラモニターがありますね。犬がいっぱい。ドラコ、ドラちゃん、ドラ犬が来てる。車が置いてありますよ、これ。車が置いてありますね。ほら、すごいな、これ。車が捨ててありますよ。ここの道入ってきたらね、番犬みたいのが吠えてますよ。昔ここはね、マゼランホテルがあったところなんですよね。マゼランホテルだけど、マゼランホテルね、火事になっちゃってもうないんですよね。火事になっちゃいましたよ、マゼランホテル。なんでこれついてきて、なん何これ吠えて、これ知ってるよね。なーにこれ、なんだ。ここの住民の飼い犬ですね。
あら、匂い嗅いで後ついてきた。なあ、ここのビルのそばですよ、これ。いいね。あら、あちゃん。前ね、ここでね、白い犬が引かれてたんですよね。1年以上前かな。ここの交差点でね、白い犬が引かれて倒れてたんですけどもね、仲間の犬が 2,3 匹集まってたんですよね、この。さっき来た犬の仲間かもしれないですね。ただいまゴロロドアベニューに来ました。ゴロロドアベニューと今アシロチャペル、ただいま7時5分、朝の2月1日、朝7時5分。もう朝ごはんのおかず、お昼のごはんのおかず、シューマイは買いましたからね。もう太陽がちょうど上がってきてますね。雲の中を。こんな感じです。アシロチャペル。ここはね、パンをね、2個、8個買っても60ペソですからね。はい、アシロチャーチの出口ですね。出口。はい、もうね、なんかストリートでバーベキューやってますよ。煙が出てますから、バーベキュー。向こう側にも来たから、なんこれ、はあ、いい匂いがしてきました。バーベキュー、これか、ナイスホモ。ああ、これもここにあるんだね。ナイスホモ。あれ、今日はここやってないな。おかず屋さんやってないな、これ。今日は火曜日、2月。やってないね。帰り道に1匹いた子、猫ちゃん。
わら、わらな、ふい。ここですね、さっきのあの工事中のコンドミアム。もううちの近くまで戻ってきましたから、うちからも見えます、ここはね。それでこの枝によってこの前、去年の暮れかな、あのインターネットケーブルがね、切れちゃったんだね。この枝に引っかかってね。これ、ここに、これが枝が伸びて線が切れちゃう。また来た、たまちゃん。ほら、たまちゃん。たまちゃん、近所の子だね。近所の猫、いつも来るんだ、足元に。餌くれーってね。餌くれーって。ないよ、餌。ないない。ずーっと後ついてくるの。ほら、後ついてくる。ないよ。ない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 。ないですよ。ないない。わらわら。ほら、足元へ来るの。入り口までついてくる。入り口までついてくるね。ずっとついてくるから。ん？上でも待ってるこれ。ほら首輪がついたよその猫ちゃん。あらあらら。餌もらえると思ってこれ来ちゃったこれ。この首輪の猫はね、うちの娘が餌やってるから。もうね、うちの娘が可愛がってる野良猫。ほら、また集まってきた近所。ほら、みんな、この首輪はね、うちの娘が全部つけたんですよ。ほら、首輪ね、うちの娘がつけたの、これはね。いやー、ないよ、あら。うるさいね。ほら。一生懸命、一生懸命泣いてる、これ。ほら、かわいいでしょ？首輪がついてるから。ね、ほら。餌待ちです、みんな。あ、ほらほら。うちの娘がみんなこれ名前つけてんだけどね、全然私はわかりません。もうおしまい。おしまい。帰るよ。バイバイ。おしまいね。皆さん、バイバイ。おしまい。